私学生時代にちょっと編み出した技があるんですけれども、焼肉アイス、焼肉アイスでやるともう無限に食べられます。検証してみましょうか。ああそんなことはない気がします。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は武田九段オリンピアで見事4位入賞しまして、お疲れ様ということで、今回好きなものを好きなだけ食べていただこうと思っております。ありがとうございます。これを楽しみにしてたんです、大会前から。じゃあ早速いきましょう。ドンというわけで、ウーバーで早速頼んでみました。まずはこちらピザ。ピザですね。そしてモスバーガーセット、はい、ナゲット、はい、こちらすき家でですね、うん、私は麻婆牛丼なんとか麻婆牛丼ですね。僕がうなぎと牛丼、そしてアイスクリームと、はい、いうことになっております。まあ、爆食というほどの量ではないかもしれませんけれども、うん、まあ、今回あくまでも私が武田九段お疲れ様ということですので、私はですねちょっと控えめにこれぐらいにしておいて、残りは武田九段に食べていただこうかなと。前回ドーナツ企画の時にですね、武田九段のために私ドーナツ買ったのに私の方が多く食べたということで、とても多くの批判をいただきましたので、今回はまあこれぐらいに抑えておこうかなと思います。では早速いただきましょう。はい、いただきます。冷えちゃうとね、チーズが固まっちゃうので、ピザからいきます。これ美味しいですね、麻婆牛丼。程よい辛さです。はい、3ヶ月ぶりのピザはどうでしょうかと思うじゃないですか先生。大会の翌日実はもう1回ピザを食べてて、2回目。でも今日はいつもと違うやつを頼んでいただいているので、めちゃくちゃ美味しいですね。よく海外のプロの選手の方がチートでよくピザを食べるんですけど、果たしてピザって本当にいいんですかね、チートのための内容としては。そうですね、本来でしたら糖質を多めに取った方がいいので、ピザというと相当ちょっと油とタンパク質が多いですからね、うん、ただ海外だと日本のようにおにぎりとか、はい、こうした糖質のみのものっていうのがあまりないかもしれませんので、まあ、海外の人が好きなものをジャンク食べるとなるとピザになるのかもしれないです。森場コーヒーも届きました。これまたすごいですね。ちょっとナップが、ね、見づらいですね。今日動画で目標体重の設定があったんですけども、いきなり超えちゃいますはい、まさにそれを今思いました。これ多分最初に食べたのがカニかエビかなんかシーフードピザ、シーフードなんですけど、この多分オレンジっぽいのがカニなのかな、なんかこれあれですかね、今の限定のやつですかね。美味しかったですよ。でも結構僕ピザ食べるときがっつり脂っこいでいきたいので、実は照り焼き毎回必ずハーフにするときの1個なんですよね。今照り焼きを、前に何かでお話ししたかもしれませんけれども、ピザに使われる小麦結構ですねタンパク質が多いんです、うん、ピザのこの生地って硬いですね、うん、それタンパク質が多いからそうなってますので、タンパク質取りたいという方はピザから取るのも一つの手ではあります。そう考えるとあながちピザをたまに食べるのは別に悪くはないってことですかね。バルカップでたまに食べるくらいだったら全然問題ないです。先生、大会なんですけど、はい、さっきの動画でもそのジャッジについての僕の総評とかについてお話しいただいてるんですけど、それ以外で先生ジャッジ席から見て今回の大会ってどうでしたか。面白かったエピソードとか。やっぱりですね、とても盛り上げようとする主催者スタッフの意識がとても高くて、半分ぐらいは滑ってたんですけれどね残りの半分ぐらいはうまくいって会場の方も盛り上がっていたと思います。他の団体なんかですととてもシリアスな感じで、うん、スポーツだけお笑い許さないみたいなところがあるんですけれども、ボディビルとかフィジークビキニっていうのはかなりエンターテインメントの部位が高いので、そうした盛り上げようとするような演出とても必要ではないか。オリンピアそこにかなりチャレンジして、半分ぐらいはうまくいってると思います。滑ったやつって言えば僕のやつがね、あれは公開になるの？でも本当にすごいなって思うのが、アドリブじゃないんですよね原則。はい、だいたい台本が少しあります、はい、前日リハやりましたからね、僕も含めてみんなで、ね、あれはすごいなと思いましたね。そこはもうプロ根性ですよね、うん、やっぱりこの大会がすごいのが
観客を楽しませるっていうのは、まあ、ある意味本気でやってても観客って盛り上がっていただくと思うんですけど、これ実はあのもう一つの主役、まあ、主役というか楽しんでほしいが、主催者の西尾さん曰く出てくる選手も楽しんでほしいっておっしゃってて、でその印象的だったのが、あの通常大会始まるとまず、開会式前に選手ミーティングっていうので今日の進行はこうですとか結構長々とやると思うんですけど、ここにもちゃんと演劇を入れてくるっていうのがまた面白かったなと今回は思いましたね。そうですね、選手を喜ばせる、はい、選手ミーティングでちょっと小芝居をやるというようなこともあったと思うんですけれども、そのあたりなかなか考えられているなと。そうですね、選手にまた出たいと思わせるような流れだったと思います。おそらく一番盛り上がったのは実はサプライズの瞬間だったかもしれないですね。サプライズプロポーズがありました。公開プロポーズすごかったですね。あれ僕ちょうどバックステージでパンプアップ中だったんですよなんかあの気になっちゃって公開プロポーズしたんですけれども、その瞬間に彼女が会場にいなくてですね。あ、そうだったんですね。大慌てで、まあ、誰かが探してきてくれてで出てきてくれてギリギリ間に合ったんですけれども、結果はうまくいきまして、うん、めでたしめでたしという感じでした。こっち照り焼きチキンですけど、どっちに頼みました？これ普通のモスですね。どっちなんですか？あ、先生の好きな方でいいですよ。特にどっちでもいいんで。僕じゃモスが行きたいです。これだこれだ、まあ、公開プロポーズいただけた方もぜひやってくれれば楽しいかなといつの日か、まあ、筋トレをすればモテるぞというような流れで開会式が行われたわけですけれども、はい、実際に筋トレをしてモテたのかどうか、そのあたりがですね、ちょっと今後も追いかけていきたい企画でもあります。今回の先生あのコンテストでちょっと真面目な話に戻っちゃうんですけど、あの改めて痛感したことがありまして、カーブアップしてるのにどん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 代謝が上がって痩せていくこれは先生今回一応400から最終的に多分600前後まで増やしてるんですけど、次ってどうなんですかね。まあ、私カーブアップの時によくお話してるのが体重 ×12、はい、ということを言ってますので、本来なら800以上ですから、今回かなり、まあ、絞る時期が短かった、はい、ということで控えめなカーブアップにしたんですけれども、うんうんうん、次回はしっかり絞れると思いますので、もう800以上いってしまいましょう。あと先生今回の実は減量とプラスアルファでもう一個苦戦していたのがランニングまあ年末ですので一応4ヶ月あるんですけども、こういう場合本来だったらもう継続的に週1とか2週間に1回ぐらい焼き続けた方がいいですかね。全然そんな必要ないです。だいたいメラニン色素もう1回増えますとですね、すぐにまた戻りますので、ずっと白い期間が多いとダメですけれども、うん、今回のように3ヶ月ぐらいでしたら全然問題ありますので、また1ヶ月前ぐらいから焼けば OK です、はい、ということで皆さん一旦白タコタンに戻ります。口直しハンバーガー、これです。これショート動画で言っていたチーズたっぷりってこういうことですね。この溶ける感じのハンバーガーが好きなんです。うん、おいしい、うん、私も麻婆牛丼とモスバーガーいただいてしまいましたので、あとはポテトを少しずつつまんでアイスクリームしたり、残りはまあこれぐらい簡単に食べられると思いますけどね。今日こそ食べきりたい、うん、初めてだと思うんですけど、コンテスト終わってからもうその日からしっかり食べれる体調だったっていうのが今回すごく収穫で、だいたい毎年というか毎大会食べよう食べようと思ってるんですけど、大会終わった後全く食べれずに次の日の夕方ぐらいまで疲れ切ってるのがあるんですけど、今回食べれるんですよ。これそれだけちゃんと調整が、まあ、体調よく続けられたってことなんですか。そうですね、コンディションが良かったってことですよね。という間に4キロ体重が戻ってます。これ実はすごく僕嬉しくて、うなぎ大好きなんですけど、ケトジェニック入る直前に食べ損ねちゃって食べれてないので。うなぎってちなみに体にいいってイメージでなんとなくあるんですけど、どうなんですか、ボディビルとして。そうですね、まあ、油もタンパク質もそこそこ入ってますので、他のサーモンとかに比べると良いというわけではないですけど、うん、味がやっぱり美味しいので、そうですね、バルカップの時に食べるというのは良いかなと思います。夏の活力にいいって言いますけど、これってなんで活力にいいんですか。いや、あれはこれはですね、多分うなぎを売るための宣伝文句だったという説があります。いや、そうです。皆さんまさかの女性から握手を求められるっていう人生初の出来事が今回ありました。ありがとうございます。
その瞬間をちょっと撮っておきたかったですよ。予選終わってカーブ入れてきてって言われて、でお寿司を食べに行ったんですね。そしたら寿司屋の帰りにおーってすごい全速力で走ってくるんで、財布でも忘れたかなと思って行ったら、握手してくださいって言われて、はい、は一緒に写真とか撮んなかったですか？なんか携帯持ってなかったよね、あの子ね。なんか多分とっさに走ったんだろうね。その方もしこの動画ご覧になっておりましたら、ぜひコメントを入れていただければですね、何か武田さんからいいことがあるかもしれません。あるはあるかもしれません、うん、出発の東京駅で YouTube 担当の方と待ち合わせをしていたら突然声をかけられるっていう、これも人生初かな多分。一瞬同じオリンピアに行くのかなと思ったんで、岐阜ですかって言ったら、いや実家ですって。名古屋経由で行ったんですけれども、名古屋駅でですね、多分なんかボディビルフィジーク関係のイベントがあったらしく、それっぽい人がいっぱいいて結構写真を撮りました。先生はもう行ったら気づきますもんね。はい、私の方は美味しくいただきましたのでデザートに移りたいと思います。一番好きなのはラムネです。これ多分ですけど、これ今限定版なんですよね。 何味なんでしょう、これは。緑の方がこれがソーダ、コーラとソーダとメロンソーダ、トリプルソーダ、ピカチュウと一緒。多分だからこれ黄色い、多分トウモロコシみたいなのがピカチュウなんですよね。全体的な黄緑っぽいのは何でしょうね。これおそらくメロンソーダではないかと。先生、サーティワン入ったことありますか？入ったことはないです。僕サーティワンにちょこちょこ行ってるんですけど、行きつけのサーティワンの店員さんいたら、そろそろ許してほしいんですけど、タンクトップで行くとすんごい嫌な顔されるんですよ。店員さんがなんでこの人ここに並んでるんだろうっていう目でいつも接しられる悲しさ。マッチョにも甘党はいるんです。マッチョって甘党の方が多いですかね先生？まあお酒飲む人と甘党半々ぐらいに分かれますかね、うん、私は甘党です。僕も甘党ですね。お酒は、先生もお酒飲まれないですもんね。あんま飲まないですね。ですね。僕も全然この1年ほとんど飲んでますね。先生、大会に出られた当時に印象に残る先生に向けての応援とかって、会場での応援とかあります？海外の大会に出てることが多かったので、はい、まあ、日本人の応援団が来て日本語の応援が多かったんですけれども、私たちの時はですね、そんなに面白い言葉で応援するということがなくて、何番、列券番号を呼ぶだけっていうような応援がとても多かったです、うん、最近ね、なんか冷蔵庫とか型ダンプとかいろいろ流行ってるみたいなんですけども、今回全然違うので、僕、まあ、身内なんですけども、すんごい目に留まっちゃったのが、うちわが上手側だったかなに出てまして、ただ書いてあるのがなんか竹田ごたん頑張れとか、竹田ごたんかっこいいとかじゃないだったんですよね。最強の雨男って書いてあったんですよ。あ、世界の雨男って書いてあったんですよ。これ応援になってるのかなってずっとそっち気になってたんですよ。まあでも嬉しかったですね。わざわざ東京から来てくださって、2日間の間で竹田ごたんが女性と歩いてたっていう、もし報告がありましたら、完全に身内の方ですので、スタッフの方ですので、お間違いのないように。今回出てた中で他の選手、何か印象に残った人とかいますか？いや、非常に若い子たちが多いコンテストだったなっていうのは、まずすごく大きく感じた点でしたね。なんかもうちょっと例えば別団体さんだと、やっぱりある程度年齢がいってて、まあ、完成度もその代わり高いんですけどっていう方も多かったんですけど、今回の大会は比較的、まあ、僕よりも全然若い方々も多くて、でもその方々がちゃんと絞ってるし、ちゃんとポージングもできるし、体もできてるしっていうところが、すごく僕は印象が強かったですね。なんかこう東京にずっといるので、東京のレベルで常に見がちなんですけど、あ、岐阜でもこんなにいっぱい頑張って楽しくやってる人たちがいるんだなっていうのは印象的でしたね。先生はどうですか？自分の場合、前回、まあ、3月にもちょっとジャッジしたんですけれども、スポーツモデルというのが、うん、とてもこれまであんまり見たことがなくて、ボディビューフィジークばっかりだったんですけれども、スポーツモデルかなりかっこよくてですね、これ今後かなり伸びるんじゃないかなと思いました。あれは本当にセクシーっていう単語そのままというか、みんなポージングも上手いですしね。一番下手すると仕上がり厳しいですか？そうですね、基準が仕上がりというわけではないですけれども、はい、フィジークの方がちょっとだんだんボディビル寄りになって、うん、これまでまあボディビルのような筋肉ではなく、かっこいいものがフィジークだっていうような定義だったんですけど、どん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 フィジークがボディビル寄りになってきているので、ここらでもうそれらと一線を画すような、本当にかっこいい体、筋肉がありすぎない、
そしてまあ仕上がりもですね、仕上がりが良すぎてなんか血管が浮いてるとか、はい、そういうのは逆にちょっとグロテスクになってしまうと考える人も多いと思いますので、そこまでの仕上がりも求められていない、あくまでも一般の人が見てかっこいいと思うような体ということになりますので、こちらの方がまあ今のフィジークがちょっと逆に一般の人が離れてしまうようなところがあると思いますので、このあたりスポーツモデル今後伸びてくるかなと思います。これすごく僕らステージに立ってる側からすると、実はあのジャッジの方々が所々で会話をされるじゃないですか、横の方とか、まあ、もちろん誰々の選手がどうだよねみたいな会話もあると思うんですけど、今回の特にステージみたいになんかこう面白さが出てくると、なんか印象的なこう会話とかってありますか、ジャッジ座ってて。いや実はですね、ジャッジが会話するのって次の休憩って何分だっけとかそういうあんまり関係ないことばっかり。え、その会話してたんですか、僕見た時多分そうですね、あの選手どうとかっていうのは逆にジャッジ同士でそういう情報交換はやらない方がいいですので、 そうですよね、そういった審査とは関係ない話をしていたということだと思います。よくジャッジと目を合わせちゃいけないとかって話もあるじゃないですか、まあ、目合わせた方がいいと思うんですけど、ジャッジの方からするとどうなんですか、選手の目線っていうのもやっぱり気になるもんですか。目線はですね、あのジャッジって結構下の方にそうです、ね、いて、選手がこう上から見下ろす感じになってしまいますので、そうすると選手の方がこういうポーズになっちゃって、ね、そうではなくてちょっと水平より少し上を見るぐらいの方が選手はいいと思います、うん、今回がっつり下見てましたね、これ先生目の前なので先生が気になっちゃうんですね。あとやっぱり気になったのがですね、緊張している方がとても多かったのか、フィジークなんかでもちょっと険しい顔をみんなしてるんですね。でも海外のコンテストとか見るとみんなフィジークの選手は微笑というか綺麗な笑いを浮かべています。そこが爽やかさにつながってくるんですね、うん、どうしても緊張してビシッとなってしまうのが日本人のありがちなところなんですけれども、そこをもっとうまく表情を柔らかく微笑を浮かべて見る人に爽やかさを与えるようなものが必要になってくるかと思います、うん、女子の選手だともうそれが当たり前なんですけど、確かに男性の選手って顔の表情どうするかと、化粧もする人はいますけどまだしてない人が多いですかね。多いですね、まあ、なかなか日本人ちょっと表情を作るということが、得意ではないとは思うんですけれども、フィジークに出る人は特にそのあたり練習した方がいいと思います。アイスもう一個どれを食べていいでしょうか。先生お好きなの選んでください。この2つ溶けないうちに食べてください今分かったことがあります。先生のアイスのこの見た目と僕同じだったああこっからですよ、これかな。私学生時代にちょっと編み出した技があるんですけれども、焼肉食べ放題によく行ったんですね。でそこの店がなぜかアイスも食べ放題で、焼肉アイス焼肉アイスでやるともう無限に食べられます。ですのでアイスで焼肉の口直しになかなかいけると思いますので、まあ今の私あんまりやろうとは思いませんけれども、結構まだ若くていっぱい食べたい、パルクアップしたいという方は焼肉アイスのスーパーセットぜひ試してみてください。これは今検証してみようっていうそのままね空気だと思いますので検証してみましょうか。ああそんなことはない気がしますまあこれがアップルパイとかだとアイスのっけて食べるとあったりしますけどね。ピザはどうかな。ふっと思い出したことがあるんですけど、先生とこの大食い企画をやらせていただくたびに多分毎回その直後がバルクススクールなんですよね。毎回生徒に申し訳なくて、食べ物の匂いすごいでしょこれ。やこれ本当に先生、食わせれんってやっぱり有効ですよね。ケトジェニックの時ですかねに朝からずっと油油油でいくじゃないですか、まあ、あの食べる内容がどっちかというと油っぽいもの油っこいもの油っこいもので、まあ、もう1日のどこかで食べきればいいですので、ですね、朝から食べるっていう能力がめちゃくちゃ今回上がってることに気づいたんですね。朝 300g ステーキここに来て効力発揮かという、まあ、大きかったですね。胃腸も鍛えられるということです。どっちかというと僕は多分油を食べると消化が悪くなるんですけど、今回ケトジェニックやってて全然苦しくなかったので、ああこの前のバルクアップめちゃくちゃ有効だったなって改めて思いましたね。今日お腹何割ですか今ので。今7割ぐらいでちょうどいい感じです。これで7割なんだ。
私自分のノルマは、まあ、まだ余裕ありますけれどもこなしましたので、あとはですねちょっと私時間もなくて、この後実は筋トレ大学にちょっと関連する仕事の用意がありますので、これから帰らないといけないんですけれども、あとは避けたことにしっかりと最後まで食べていただこうと思っております。それではあとはよろしくお願いします。頑張ります。先生ピザ本当に一枚も食べなかったね。でもなんか本当に出てよかったなと思うんですけど、プロポーズいいですね。公開プロポーズされた方、あのバックステージでその後ずっとお話ししてて、めちゃくちゃいいカップルだった。いいですね、なんかね自分の幸せで人が幸せになるっていいですね。いやピザきついな。こっち行こう。なんかパンパンやで。あ気持ち悪い。今ドーナツの時は100だったら今102。ほらね面白くない。これ全カットやで、この流れ。このグダグダはマジで全カットだぞ。マジで入んないよもう。さっきここだったでしょ、今ここだもんだって。ちょっとウサギに見えてきた。ギブアップ、ギブアップって言いながらうってなりそうですもん。食べた量はお弁当、ナゲット、ポテト、コロッケ、 L サイズのピザちょうど半分。なかなか食えんですな。ということで大会後の爆食いはまたもや敗北ということで、次の爆食いまで引き続きリベンジに、リベンジするかな、蓄えたいと思います。以上です。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。動画を楽しんでいただけた方はグッドを、引き続き武田五段のこんな状態を応援したい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。これ俺のチャンネルじゃないんだよ。本日15日は筋肉祭り、山本先生監修のもと配合比率配合量にこだわり抜いたバルクサプリの限定セットが本日に限り最大 26% オフで購入できます。プラスアルファの筋トレサプリで圧倒的実感力をご体感ください。詳細は概要欄をチェック。